はい、サムライ塾のことです、今日はですね、まあ動画これ3本目なんですけどね、撮っております。この動画ではですね、まあ人生をね、変えたという塾生ですね、まあ今まで僕がね、教えてきた中から人生簿記で変わったと、ね、いう、塾生もしくは受講生のお話をしています。今回のテーマは二所簿記一級と、ね、いうことでお話をね、していきますけど、そうですね、12、13年前かですかね、まあ僕がある専門学校のね、まあ一級の簿記講師、商業簿記でしたけどね、あの時は、やってた時にね、ある25歳ぐらいですかね、25歳ぐらいの女性、まあ、S さんっていうね、女性なんですけどね、会計事務所勤務、あ、会社の経理かな、勤務の女性がいたんですけどね、まあその時のお話をしてきますね。はい、で、僕の授業ではね、まあミニテストと、まあ僕の授業は、ミニテストをね、やってたんですけどね、最初はそうですね、まあ働きながらでしたからね、ミニテストなんかはそんなにね、できずにね、まあずっともう低空飛行で行ってきましたね、彼女の場合はね。まあ、全くできないってわけじゃないけども、まあ、ある程度の手数は取れるという状況でずっと、言ってましたね。うん、で、まあ、9ヶ月ぐらいのね、講座ですけどね、まあ、直前期に入りましてね、徐々に伸びてきて、ね、で最後のまあ模擬試験なんかではね、ガガガーっていってね、まあ、その地域で1番、ね、確か全国で5番になったんですね。うん、で、まあ、一発合格、ね、したと。いうことなんですけどね、本当にね、低空飛行で、ね、ミニテストとか低空飛行でね、行ってたとしてもね、最後ね、こう諦めなければね、その S さんみたいにガーンって行きますんでね、うん、だからどれだけ諦めないでね、やれるかと、ね、いうのが本当にポイントですね。うん、その彼女を見てて本当にそう思いましたね。はい、で、あとはですね、まあいろいろいっぱいありますけどね、他に具体でね、いっぱいありますけどね、まあ今回ちょっと S さんの例をね、挙げたんですけど、二所簿記一級でね、ちょっとなかなか伸びねえなと、ね、いうふうにね、悩んでるね、あなた、ね、大丈夫ですからね、コツコツね、ミニテストレベルのやつをね、ちゃんとやってたならばね、大丈夫です。ね、直前期にガーンってね、伸びる可能性十分ありますからね、諦めないで、やってみてください。はい、じゃあ以上です。